こちょー、部長です。まあ皆さんお久しぶりですね。まあ動画はまああんま出せないもんですからね。まあ不定期更新ながらも、ヨドバシカメラで、まあせっかくなんで、まあパナソニックの充電池買ってきたんで、今日は軽めに紹介していきたいと思います。それはこちら、まあもう販売してるかと思います。じゃん。パナソニックエボルタシリーズの炭酸電池と単4電池各8本ずつですね。なんとこれが炭もうどっちともニッケル水素電池ですね。うん、やっぱね、僕ね、電池を使うとしたらね、やっぱり乾電池より、まあマンガンと乾電池よりはやっぱり僕はこっちを使う派ですね。もし充電池、なぜ充電池を選んだかっていうと、まあ僕の家族もやっぱり充電器使うことが多くて、やっぱり充電器に充電することができて、もう繰り返し使えるのもすごいいいと思いますし、まあ単4だと1回の充電で長持ち、容量は780ぐらいですね。まあそしてこの単三電池は1950ですね。あと裏に面にはこう書いてあって、1年間放置しても容量約 80% を維持と、例えば10万充電と1年後には 80% らしいですね。繰り返し使える約1800回、1800回はとてもいい回数ですね。そして低温に強い液漏れ防止製法。まあね、液漏れ防止はね、めちゃくちゃいいよ。うん、僕はね、皆さんはどういう電池を買いますか？まあ僕的にはこのパナソニックの、まあ、充電池がおすすめ。まあ僕的にはパナソニックの充電池がおすすめします。まあなぜかっていうと、やっぱりパナソニックはとてもいい性能があり、まあやっぱりマンガン電池と乾電池を比べればやっぱりこっちが長持ちする方ですね。まあ値段的にはこっちが1980円と炭酸が2010円で3990円でした。まあやっぱり乾電池だと、まあ、安いんだけど最終的に、まあ、充電池より、まあ、使用はまあすぐ減ってしまったりとか、生活とか、まあ、おもちゃが好きな、特に僕はプラレールで主に使うんですけど、まあ充電池はとても役に立ちまして、そしてパナソニックのエボルタ仕様の電池にもこだわりがありました。まあこれね、やっぱこれはすごいですからね、容量が。まあそんな感じで皆さんもぜひ、ヨドバシカメラが多分最安のところが多分ヨドバシで 10% 還元、まあ、ポイントは高くつきますんで、皆さんもぜひ買ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。